はい、おはようございます。みさぺこです。さて本日は Vlog でございます。そう、 Vlog なんです。今日は何の Vlog かと申しますと、ハウステンボス行ってきた。いや、今ねハウステンボスがワインフェスなわけですよ。だからちょっとワインをたしなむ女になってきちゃうかなと思います。うん、楽しみ。まあそのためにはね、あの万全の体制でいきたいと思うので、今から準備していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、というわけでメイクエリアにやってまいりました。ということでメイクをしていこうと思います。いやー、もう一回寝たい、もう一眠りしたいけれど、そんなことしてたらあの時間っていうのはなくなってしまうので、メイクしていきます。それではよー。はい、というわけでこのように顔面作ってまいりました。はい、ということで今日も一日楽しんでいきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで準備ができたので行ってきたいと思います。今何時だろう、お昼ぐらいなんだよね。だからまあゆったりのんびり飲んでいこうと思います。では今日のワインフェス楽しんでいくぞ。おーってことで、それでは後ほど。ほい、というわけで駐車場に到着しました。いかんせん私の聖域サンクチュアリー、ハウステンボスでございます。楽しみ、今日は飲むんだから、ということで、それでは後ほど。半袖でよかった。10月なの。はい、さてということで私のサンクチュアリハウステンボスに到着しました。普通に入ってる。今から今日は予定通りワインを飲みに行きたいと思います。ワイン楽しみ、お酒飲むぞ今日は。めちゃくちゃね暑い、帽子かなんか持ってくればよかった。暑い。では頑張って乗り切っていこうと思います。では後ほど。久しぶりに来たら景観がすごくすっきりしている。不思議だ。さあ今から楽しんで行くので、ゆっくりとねハウステンボス今日は満喫はできないかもしれないけど楽しんでいきたいと思います。では後ほど。これです、これに。というわけでワインフェスのエリアにやってまいりました。今年もねメニューがしっかり100種類ある。うん、あとねノンアルのワインもあるっぽくて、ちょっとそういうのも挟みつつこうゆっくり楽しめたらなと思います。うーん、どうしようかな。一発目は甘いのこれ行きたいと思います。うん、では行ってきます。はい、ということでお疲れ様です。うま、おいしい。うん、今からここに変わるんですかって聞いたら、いや毎年わからないんです決めろやってなんじゃそりゃ。もうここまで来たらちょっとした大食いだよねっていう量なんだけど、ピザも来たということで、こちらをゆっくり食べながら一杯酒を飲んでいきたいと思います。ワインはおかわりするタイミングでまた動画回すね。後ほど。続きましてはこれ58番行きたいと思います。
では、後ほど。冷たいやつ？うん、ま、全部ボトル冷えてるよ。飲みやすい。もう飲んでて思ったんだけど、結構もう潰れてる人いる。もうね、テーブルに潰してる人ちょこちょこいる。まあ、ワインフェスタから許される光景だよね。では私も潰れたいと思います。では後ほど。めっちゃ顔赤くなってきたね。ここのワインフェスのあるあるなんだけど、競馬を予想する人が多い。なぜかっていうと、ハウステンボスの中に JRA が入ってて、競馬ができるんだよね。だからね、ワイン飲みながらね、競馬を予想するっていう、貴族の遊びをみんなしてる。うちはしないけどな。そんな感じで、面白いワインフェスになってまいりました。では、後ほど。親が戻ってくるまで暇。アイス、暑すぎ。もう10月、暑すぎ。食べて。いいよ。これ辛いんした。あら、正直。おいしい。おいしい。さて、続きましてはこちら3番、紅茶の発泡になっております。こちらですね。はい、飲んでいきます。いっぱいあるよ。うん、食べろって。入る？入る。ほんと？残すならこれば残して。わかった。さて、続きましてはこちら。ラバーグブルースプリング、スパークリングですね。グレープフルーツのワインらしいです。ちょっとひよった量をもらってきました。では、飲みます。同じコーヒーを食べて、飲みやすい、おいしい、おいしい。さて、最後こちらおすすめのワイン、ロゼ、ダンジュ、ロゼですね。59番頼んできました。こちらです。いただきます。でも今日朝から風呂入ってたしさ。お風呂行く？入れる？入れる。入れやろ？入れる。入れる？本当に？多分。酔いの回る場合？ごちそうさまでした。では帰りますか？まあ適当に。適当に。生きていきたいと思います。適当に生きていきたいと思います。適当に生きているよ。では後ほど。なかなか大量に飲んだのではないでしょうか。めちゃくちゃお酒に飲まれました。これからとことこと歩いてまいります。では後ほど。酔っ払いとオタクがハウステンボスに集まると何が起こるか。ハウステンボスか、力団。すごい、なんかね、入った瞬間流れるように席を取ってしまい、もう間もですね、もう間も公演の時間なんですけど、この公演見ちゃいます。チームハートだって、なんか最近さ、空参率が高かったからさ、なんかヒカルさんなんだよね今度。多分ヒカルさん、ごめん、にわか出したかもしれん。だから楽しみと思って、レビューショーなんでちょっと楽しんできちゃいたいと思います。過激な見れると思えなかった、思ってなかった。めちゃくちゃ楽しみ。では後ほど。というわけで公演を見てまいりました。
めちゃくちゃ良かった。絶対コメディだから泣かないだろうと思ってたらめちゃくちゃ泣いた。なんで私こんなに泣くんだろうね。涙もろすぎるっていうか、まあ感情がそれだけ乗ったっていうことですね。はい、ということで一個あのうちのママのポンな話なんだけど、あのカメラを写真を撮る時間があるのね。その時間の時に何かやってもポートレートにすんのよ、写真のモードから。何してんの？じゃあママは上にしたいんだよ。何を？あ、手を上に持っていけばいいのか。ポンすぎ？本当にいい加減にしてほしい。それでは後ほど。はい、ということでただいま我が家でございます。いやー飲んだ飲んだで、あの予定外のハウステンボス歌劇団もとても楽しかったです。あのチームハートはやっぱりね、歌唱力ってもんがすんごいレベルが高いなって思う。歌唱表現力っていうんかな、なんか歌いながら伝える力っていうのがすごく高くて、なんかもうその感情がすごい伝わってきてボロ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 泣いてしまった次第でございます。いやよかった、とってもよかった、めちゃくちゃよかった。なんか突発的に見に行ったにしてはすごいなんかのめり込んで見れるショーだったなと思う。いやまあ毎回ねのめり込んで見てはいるんだけどね、うん、めっちゃよかった。またね機会があったら見に行きたいなと思います。さて今回ですね、まあちょっとおつまみを買ったのと、あとね2000円買わないとあのあれなんですよ。あ、今日見たやつこれね、ヒカルさんかっこいい。あの2000円買わないとお写真を撮るお時間がいただけないので、あのパンフレットを購入しました。よし、さてお写真が誰なのかしら。私さ申し訳ないけどさ、あの知らないのよ、出てる方々を。なので自分が知ってる方がいらっしゃると嬉しいなと思う次第ではある。あ、かっこよ。あ、この衣装かわいいな。ちょっとあれでしたね、ひかるさんは弾けなかったけどって感じかな、多分。おそらくメイビー。うん、めちゃくちゃお写真いい感じでした。お写真集めようかな。金銭面にゆとりができたらお写真集めようかなって思います。そんな感じで、まあ、こうやってゆるくね、ハウステンボスのオタク、ハウステンボス歌劇団のオタクをしていけるのも、私の周りの環境に恵まれてるからだなと感じています。はい。そして、軽率にピンキーリング買いました。軽率です。軽率にピンキーリング買いました。はい。ということで、本日の動画はここまで、いかがだったでしょうか。またね、次回何かしら Vlog 上がるんではないでしょうか。その時にね、まあ、こんなドタバタ劇をお伝えできればなと思います。よかったら皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントをして次の動画をお待ちください。ということで、みさべこでした。またね。バイバーイ。酔いは冷めた。